ザナイト。どうもジャメンチャンネルです。さあ今日はプロ野球スピリッツをやっていきます。プロ野球スピリッツが、お知らせにもあるんですけども、なんと5周年を迎えております。おめでとうございます。それでですね、今いろんなイベントが来てるんですけど、毎年恒例のアニバーサリープレイヤー、これが来てますんで、まあ、最後にガチャ引いていきたいと思います。で、僕自身ですね、プロ野球スピリッツは今ここにあるように1104日ログインしてます。まあ、約3年ぐらいですかね。まあ5周年、最初からやってる人たちはすごいですね。まあちょっとこのまんま継続してやっていって、まあ6周年、まあ10周年なんていう時もね、やってれたらいいなと思います。で、まずガチャ引く前になんですけど、僕のオーダーを紹介していきたいと思います。で、オーダーは、まあいろんなちょっと球団でを狙ってると、もうちょっとお金がかかっちゃうんで、もうお金かかんないように巨人絞って、まあその時ちょっと巨人持ってる選手多かったんで、巨人純正にして、今スピリッツが81,619、まあこれはちょっとトップの人だと83,000ぐらいあるんですかね今。まあ純正なんで多少ちょっとスピリッツが上げきらないとこはあるんですけど、まあコンボとかで、まあなんとかリーグは覇王にとどまってるっていうような感じですね。まあピッチャーで言うとこんな感じですね。まあちょっと今年出てる選手っていうのがまだあんまり持ってなくて、シリーズ2の部分で言うとデラロサさんと、野手で言うと亀井さん、あと吉川直樹選手と、シリーズ2クロマティと、ああぐらいですね。だからまあ今回はあのアニバーサリーで来てる、丸義弘選手を狙っていきたいなと思います。で、あと第2弾で岡本選手が来るんですけど、まあまずはそこをね、引きよくもうぶち抜いていきたいなと思います。で、無料のアニバーサリープレゼントスカウトが来てます。これでアニバーサリープレイヤーが1人確定するんで、これでもういきなり12分の1の勝負ですね。さあ準備はいいでしょうか。じゃあ引いていきます。12分の1お願いします。もういきなり丸選手引いて終わりたいよ。もうね、エナジーはいくらあってもいいから岡本選手に貯めておきたい。さあ行きます。渋い演出で、ここで長押しでレインボーに光れば、まあ確定は決まっ、もう確定なんですけど、ほらこれ、これが確定演出ですね。で、この後に足が青ければ、あー白い、お、なんだこれ、え、オンラインスポット演出変わってますね。まあ、最後のニッコリも確定演出です。さあ1枚取らず2枚引かせてください。渋い、ここまで、あー1枚。さあここで12分の1引き当てることができるんでしょうか。お願いします。丸よしのぶ、いや普通に神引きだけど、もうね、1人オリックスの選手とか入れちゃうともうコンボが崩れるんで、もうここは残念ながら使えない選手になってしまいますね。で、あとエナジー見ていただいたら分かると思うんですけど、1078あります。これはまあ1回250エナジー使うんで、4回引けます。で、3回目でもう1回12分の1のチャンスが来るんで、まあそこで引いちゃいましょうかね。で、とりあえず10連目いきます。お願いします。確定です。
満月、ここでね流れ星があれば確定なんですよね。まあまずスタートとしてはまずレッツゴー。あー、これ金文字、これがレインボーだったら確定。あー燃えない、あー死が燃えない。これなんだ、これ打つの、これ打たない、打ち上がってゆっくり笑って、笑わない。これは S ランクなしですね、なしの可能性が高い。渋いなぁ、 A ランクすら来ない。ロペス選手もベイスターズで長いですね。このまんまなんかもう外国人枠取れちゃえばいいのねと思いますけど、じゃあ20連目いきます。ここで1人欲しいよ、来ない、頼む、ここレインボー行こう、燃えろ調子くん、燃えろ調子くん、あー、足がずっと白い、ここも当たらない、待って、笑わない。A ランク 10% あるのに一応。おー来た、杉浦選手。いやー、せめて巨人の A ランク。アゴジラ、アゴジラ一軍に上げてよ、そろそろ。さあ、じゃあここで第3回目確定です。12分の1引けば、まあ、丸選手もうこれしかいない、丸選手しかいらん。おっと、ああそうか、確定か、あんな感じになります。レインボー、おい、これでね2枚引きの可能性とかもね、演出の厚さによってはあるんですよね。これ打つんじゃない、打たんのかい、打ったとこ見たことないけど。いやー2枚引きしたい、んーな、ゴジラ、あゴジラ、うわっ、加藤選手来ないね、渋いよ。さあ12分の1、丸、ウーさんじゃないよ。本日のラストいきます。いや、あ、そういえばミキサーってあんのかな、これアニバーサリーミキサーあるんだね。これ5人取れば好きな選手に変えれるっていうね。まあここで引きますよ、確定がないところで丸を打ち抜く最高の締めにしましょう。お願いします。いやー満月、レインボー、あー金、ここよ、頼むよ、動画よこれ、うっ、あーくそ、足赤、立つの赤、打つのか、打たんのかい、終わった、マジ、え、アニバ何パーだったか見てなかった、通常の S の可能性もあるんですよねこれ、頼む、ソフトバンク率高、ゴイ、お父坂とも、ここに来て普通の S ランク、シリーズ1回しかも、ソフトバンクを来い、スパンジェンバーグ、絶対今までで一番長い名前。ラスト、あーちょっとこれもうダメですね、これミキサーやりますよこれ、怒りのミキサー回ですね。
で巨人の S ランクで欲しい選手は、まあ、シリーズ2でが絶対欲しいんですけど、今この黒い薄くなってる選手、これ全員欲しいですね。まあ、特にメルセデス選手なんてキャプテンなんで、もうここに出てくるんですよ。このメルセデスかっこいい。じゃあミキサー行っちゃいますか。でも今ミキサー行くとね、シリーズ1の選手も出るんですよ。メルセデス混ぜて、亀井混ぜて、どうせセレクトミキサーまで行かないからここ行こうか。お願いします。未所持選手、これね、この動画、ミキサーで終わります、この動画。視聴いただきありがとうございました。最後に、多分東郷引きます。予想ですけど。東郷翔征。東郷翔征。東郷翔征。